エキストラとは、テレビドラマや映画などの映像作品分野では、通行人、群衆など物語で重要性の少ない役を演じる、出演者のこと。必ずしも職業俳優が演じるわけではない。日本の映画業界では、しだし、古くは、ワンサとも言う。音楽の分野では、楽団などの演奏に、性メンバーなどの代理として、臨時出演すること。エキストラ群衆シーンなど、 他人数が登場するシーンで、主役、脇役、早役など、以外の出演者は、通例エキストラである。出演者の中では最も格下の存在ではあるが、背景を演出する上で重役のみの存在では、作品は決して成り立たないので、自然なリアルさなどを演出する上でなくてはならない、重要な存在である。特に、エキストラのみが映される群衆シーンのような場合には、エキストラは、 背景扱いではないために、その演技は極めて重要である。なお、アニメ、声優、ゲーム界など、声のみで出演、演出を行う業界では、ガヤという類義語で呼ばれている。エキストラは、タレント事務所から調達する場合と、撮影現場などで公募する場合とがある。エキストラには、一般に謝礼が支払われるが、校舎は無償での出演となる場合もある。また、 内部の撮影スタッフがエキストラとして出演する場合もある。この場合は内トラと呼ばれる。タレント事務所からの調達タレント事務所から調達する場合は当該事務所にエキストラとして登録しているものから条件が合うものをピックアップする。事務所にエキストラとして登録しているものは無名な役者や役者志望者だけではなくテレビなどへの出演を趣味とする素人もいる。 撮影現場には撮影現場独特の監修などもある。ため、素人といえどもある。程度撮影慣れしているものの方が、撮影効率が上がる場合が多く、テレビドラマなどではこの方法でエキストラを集めるのが、一般的である。このため、一般人であっても主演出演者や、それらの所属グループのファンクラブは大抵、タレント事務所の直営であるため、 その会員の中からエキストラを募集するのもこの事例に該当する。特に会員数が非常に多いものやアイドル系に多く見られる。この場合、エキストラ協力としてタレント事務所名がクレジットに記載される。現地調達映画作品など比較的長期にわたって撮影が行われる場合などでは事務所調達のエキストラを使うと宿泊費などの費用がかかることから現地で 一般公募による調達が行われることがある。地元側でも地元のイベントとして盛り上げたり、フィルムコミッションなどのロケ誘致制作として地元自治体などが対応する場合もある。こういったケースでは、個々のエキストラの名前をクレジットに記したりして映像作品の側がクレジットを通じて地元に社員を表明する場合がある。例として、 大林信彦監督の尾道三部作では、尾道の人々と表示された。インターネットでの公募テレビ局などが、直接インターネット上で募集する例も多く、日東、交通費の出ない、ボランティアエキストラが増えてきている。ネット上での公募のため、参加者の住まいは、撮影地近辺であるとは限らず、出演者や作品のファンなどが、遠方から駆けつけることも多い。お礼として、 作品の番組、映画オリジナルグッズが記念品として出る場合がある。ファンが多い作品では安価にかつ大量に調達できるメリットがある。テレビ業界も番組制作費削減されているため、ボランティアエキストラでエキストラをまかない、足りない部分をエキストラ事務所を通して手配するということが増えている。エキストラとして映像作品に出演するにはタレント事務所にエキストラとして 登録をするか、フィルムコミッションに登録するのが一般的である。最近では、テレビ局などがインターネットで募集するケースも見られる。たまたま地元で映画撮影が行われるなどして公募がなされた場合に、応募するといった方法がある。エキストラは、撮影日時の縛りが厳しい割に、報酬は安いため、エキストラの収入のみで生活するのは困難になっている。プロの楽団。 とりわけ管弦楽団や吹奏楽団などではエキストラ出演が頻繁に行われている。その理由を大きく分けるとぐらいである。つまり、楽団の場合、特定の楽器がかけると音楽そのものが成り立たなくなる場合が少なくなく、それゆえエキストラも頻繁に起用される。よって、この場合のエキストラは上記のような意味合いとは異なり、普通に重宝される存在なのだが、 本来のきちんとした演奏要員として起用されるため、その分求められる責任も重い。アマチュアの楽団などでは人数に余裕がない場合などに多くのエキストラが起用される。レベルアップを狙うため、音大生やセミプロの演奏者を起用する傾向がある。ギャラもあるが、よくて数千円程度。プロの場では報酬も役者のエキストラとは対照的であり。 結構な額になることもある。実際にエキストラの収入で十分な生活ができるものも少なからず存在する。主催者が堂々とした募集を行うことは皆無。プロダクションもごく少数である。おおむね出演者の決定は、個人間のつながりや同業の仲間、弟子といった場合が多い。ありがとうございます。